さん、こんばんは。4月27日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、クリオネクラリー。コメンテーターは、刹那インフィニティでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。ドイツで YouTube の音楽ビデオをめぐる訴訟。プラザー工業がヘッドマウントディスプレイ、エアースカウター6月発売。ソニーがアンドロイドフォンと連携するスマートウォッチ販売開始。福岡市ピンタレストに福岡チャンネル開設。ソニーがプレイステーション開発者プログラムのオープンベータ開始。セカンドライフでチャリティーイベントファンタジーフェア2012開催。まず最初のニュースです。4月20日、ドイツの裁判所が動画共有サイト YouTube に対し、ユーザーが同サイトにアップロード及び投稿したコンテンツについて、同社が責任を負っているとみなすことができるという裁定を下しました。これはドイツの音楽著作権料徴収団体である GEMA が YouTube を相手に、ユーザーが著作権料を支払わずにアップロードした12本の音楽ビデオをめぐり訴訟を起こしたものです。同団体はドイツ国内の6万人以上のライターや音楽家を代表しています。YouTube はこの判決により、音楽著作権が侵害された著作権者に対し、使用料の支払いを行うことになるかもしれません。4月20日の裁定について、訴求的措置には何も触れられていませんが、著作権保護された動画の配信を YouTube が今後も望む場合、同社は著作権料の支払いを強いられる可能性があります。また、YouTube は著作物のさらなる侵害を繰り返さないように、文字ベースのフィルターをインストールして、既存のフィルタリングシステムを強化することを命じられました。しかし、YouTube 側はこの措置はアップロードプロセスのスピードを遅くするものであり、特にユーザーから寄せられたニュースを伝えるために同サイトに依存する民間ジャーナリストに対して連鎖反応を引き起こしかねないと警告しています。一方で裁判所は YouTube サイトにアップロードされたすべての動画コンテンツの管理を同社に義務付けることはできないと指摘しています。YouTube はこの裁判の中で、ユーザーがアップロードしたコンテンツについて、同社が責任を負うべきではないと述べています。YouTube によると、同サービスは、著作権に違反したコンテンツを YouTube において検出及び削除する最先端の著作権フィルターを適用しているということです。また、YouTube は著作権に違反したユーザーにその旨を警告しています。YouTube はこれまでの裁判の過程において、ユーザー及び権利者から同社に対して、著作権を侵害したコンテンツについて通報があった場合、それらのコンテンツを遮断しているとも述べています。YouTube は、我々は引き続き、ドイツ国内の音楽ライセンス問題に対する解決策を見出すことに注力していく。これは、アーティストや作曲家、作家、出版社、レコードレーベルに加え、より広範な YouTube コミュニティにとって利益となるものだ。今回の裁判所による解釈は、ユーザー生成コンテンツ、プラットフォームの運用をはるかに難しくするものだ。これは YouTube のみならず、ユーザーにフィルタリングの実装を強制することで、コンテンツのアップロードを可能にしているインターネット上の他のあらゆる革新的サービスを脅かすだろうと述べています。ニューヨークタイムズの伝えるところによると、YouTube は今回の裁定に不服として上訴するということです。次のニュースです。ブラザー工業がヘッドマウントディスプレイ、エアースカウターを6月から発売することを発表しました。同製品は、片目に向けて映像を表示させる単眼式のヘッドマウントディスプレイで、昨年8月に事業化が決定していました。
すでに NEC の現場作業向けウェアラブルコンピュータ、テレスカウターのディスプレイとして採用されており、今回は新たに PC と接続し、その画面を表示するためのコントロールボックスを開発し、汎用性を高めています。光源からの画像をハーフミラーで反射させて目に投射する方式で、1メートル先に16型相当の映像が見えるようになっています。シースルー型であり、映像の向こう側が透けて見えるのも特徴です。エアスカウターは専用ケーブルでコントロールボックスと接続して使用します。コントロールボックスは USB に対応しており、Windows PC と接続すると USB ディスプレイとして認識されます。ミラーモードと拡張モードに対応し、ミラーモードの使用が推奨されています。USB からのバスパワーで動作し、映像と電力を1本で伝送可能で、ボックスにバッテリーは搭載されていませんが、電源供給用のマイクロ USB 端子を備えており、市販のモバイルバッテリーなどを接続すれば、PC から受け取る電力をカットできるため、PC のバッテリーが長持ちするということです。ディスプレイ部分の解像度は 800×600 ドットで、カラーは1677万色、ピントは約30センチから10メートルで調整できるようになっています。外光透過率は約 50% で、メガネ使用者向けモデルは、メガネの上からエアスカウターを取り付けたフレームを乗せるような構造になり、裸眼者向けモデルはメガネ型となっています。また、エアスカウターの出力部分は左右どちらにも付けることができます。片目に向けて表示することで、表示が視界の中央を占拠しない特性を活用して、セル生産における大型機器など、複雑な機械の組み立て作業において、組み立て方法などのマニュアルを表示し、見ながら作業ができるようにとのコンセプトで開発されています。視線の移動がないため、作業効率の向上やミスの防止にもつながるとしています。カメラやヘッドセット、テレビ会議用ソフトと組み合わせて、遠隔地から修理やメンテナンス作業をサポートしたり、倉庫に大量に置かれた商品や部品をピッキングする場合も、画像付きのリストをエアスカウターで確認しながら両手で作業することができます。なお、ブラザー工業では今後 AR 研究や博物館、アミューズメント施設での利用、携帯電話のディスプレイ、自動車などのナビゲーション分野、教育分野、医療分野、警備分野などでの展開も想定しているということです。製品の販売は、同社ウェブサイトの専用窓口でのみの販売となり、予約は4月17日から開始。価格はオープンプライスで、直販価格はどちらも199,980円となっています。次のニュースです。ソニーが Bluetooth で Android フォンと連携するスマートウォッチの販売を開始しました。これは腕時計としても使える製品で、iPod Nano や最近人気の高い Pebble などと競合することになります。このスマートウォッチでは、電話やタブレットの機能を手首で使うことが可能です。Twitter、Facebook、電子メール、テキストメッセージ、そして天気予報などの機能を使用することができます。メインは 1.3 センチの OLED タッチスクリーンなので、本格的なツイートや近況アップデートは難しいですが、Android OS のスマートフォンを Bluetooth でスマートウォッチと同期しておけば、ポケットの中のスマートフォンを取り出さなくても、最新メールに目を通したり、天気を確認したり、電話してきた人をチェックしたりすることが可能になります。また、Bluetooth ヘッドセットを使っている人は、スマートウォッチのリモート操作で素早く電話に出ることもできます。
価格は150ドルで、ソニーストアで4月12日に販売が開始されました。リストバンドは交換可能で、白、青、グレー、緑、ピンクが各20ドルで販売されています。ソニーによると他の店での取り扱いも間もなく始まるということです。価格は9480円ですが、Expedia NX と Expedia Acro HD 利用者は5月31日まで特別価格6980円で購入が可能です。次のニュースです。4月20日、福岡市が Pinterest にアカウント福岡チャンネルを開設し、運用を開始しました。日本の自治体による Pinterest の利用は初めてだということで、動画による市政情報などを発信するとしています。Pinterest はネット上の画像や動画を共有するためのソーシャルサービスです。任意のボードを作り、そこにお気に入りの画像や動画をピン留めすることが可能です。福岡チャンネルでは5つのボードを設置し、市長の動き、市長からのメッセージ、福岡市の魅力紹介、重要プロジェクト、市長記者会見の動画を共有していくとのことです。福岡市では従来より YouTube やニコニコ動画、Twitter などのソーシャルサービスを活用した情報発信に積極的に取り組んでいます。Google プラスページも日本の地方自治体で初めて開設し、今年2月より本格運用を開始しています。この Google プラスのページでも、動画での市政情報や市の魅力に関する情報の発信が行われています。スマートフォンから閲覧するには、Google プラスアカウントが必要ですが、PC からのアクセスの場合はそのまま閲覧することができます。セスナさん、このニュースいかがでしょうか？はい。Pinterest さんの方で、福岡チャンネル、ね、開設ということで。まあ、ネット上ではね、様々な試みが現在もなされておりますけども、まあ、今後のね、バーチャルワールドの利用というような拡大のね、方向に向けても、とてもね、近いところにある面白い試みなんじゃないかなと思います。実際ね、海外では、バーチャルワールドをこういった、ウェブサイトの上でね、体験できるようなね、試みをなされているということなので、まあ、自治体さんがね、初めてやりはったということと含めましても、非常に興味深く、見ることができました。はい。ありがとうございます。では次のニュースです。ソニーがプレイステーションスイート開発者プログラムのオープンベータを開始しました。プレイステーションスイートはオープンなシステム上でプレイステーションの世界を提供するためのプラットフォームです。Android や PS Vita で動く仮想マシンとゲームアプリ用ライブラリーを提供することで幅広い開発者にクロスデバイスなアプリやゲームを開発してもらい、PS ストアで販売するコンテンツを増やす試みです。利用規約に同意することで、PC 用の統合開発環境やゲーム用ライブラリーを含む PS Suite SDK を無償でダウンロードできるようになっています。今回のオープンベータからは、開発したゲームやアプリを Expedia などの Android 端末のほか、PS Vita でもテストすることができるようになりました。オープンベータ版 SDK に含まれるのは、統合開発環境 PS Suite Studio、UI レイアウトツール PS Suite UI Composer、2D ゲームエンジン、ゲームエンジン 2D、2D 物理エンジン、Physics 2D といったライブラリー、各種サンプルやドキュメンテーションなどです。作成したアプリを Android 端末や PS Vita で動かすためには、
無償で提供される PS スイートディベロップメントアシスタントを各端末にインストールする必要があります。ソニーや他の開発者と情報交換ができる PS スイート開発者フォーラムはすでに利用可能で、今後の予定としてはオープンベータを今年後半に終了し、その後は年間99ドルのライセンス費用を支払うことで SDK の利用と PS ストアでのアプリ販売ができるようになります。なお、オープンベータ終了後にソニーと契約を結ぶための資格、条件などは今のところ未確定で、多くの開発者様との契約の締結をスムーズに行えるよう、現在準備を進めている状況とのことです。また、PS ストアで販売する際の価格決定や開発者の取り分についても未定で、現状の相場を考慮した上で今後決定するとのことです。さらに、無料アプリやゲームの開発は禁止で、フリーミアムを含む有料の開発のみに限定するとのことです。次のニュースです。4月21日から4月29日まで、セカンドライフ内で全米がん協会のがん撲滅運動をサポートするためのチャリティーイベント、ファンタジーフェア2012が開催されています。ファンタジーフェア2012は、セカンドライフ内でクリエイターやデザイナー、パフォーマーとして活躍する様々なユーザーが、ファンタジーというテーマで集う大型イベントです。毎年、趣向を凝らした会場が作成され、参加者は広大な会場でファンタジー系アイテムを販売したり、ライブやオークション、宝探しなど、様々な催しを開催します。収益の一部は、セカンドライフ内のリレーフォーライフを通して、全米がん協会へ寄付されています。今回はさらに規模が大きくなり、16カ所のテーマ会場へのテレポートハブが設置されています。各会場とも素晴らしいアート作品とチャリティーアイテムが設置されています。読み込みの量も非常に多いため、会場に向かうときは時間も余裕を持って歩いた方がいいかもしれません。次は私、クリオネのピックアップコーナーです。今日はリンデンの行き先ガイド内でフィーチャーされているイベント、かわいいフェア2012をご紹介したいと思います。明るい色、キュートな漫画キャラ、愛くるしいデザイン。そんなイメージの作品を作るクリエイターのショップが大集合しているのがこのイベントです。イベント会場自体も文字通り可愛い作りになっています。そして可愛いオブジェクトで飾られています。可愛いフェアの可愛いはもちろん日本語の可愛いに由来しています。イベントのブログでも日本語の可愛いとは英語のアドーラブルとかキュートという意味。と紹介されています。今ではリアルのファッションでも日本語の可愛いという言葉がそのまま使われるほどに浸透してきているようですが、その可愛い系のブランドが大集合している会場なので、その系統のファッションが好きな方にはたまらないイベントとなっていますよ。ランディングポイントの近くにイベント会場のマップが設置してありますが、これを見てもわかる通りに50を超える店舗スペースが並んでいます。各店舗ごとにお値段の幅も様々で、またフリービーや10リンデンドル内で買えるアイテムもたくさん用意されているので、SL を始めたばかりのニュービーの方にも優しいイベントになっています。こちらのハットもフリーギフトなんですよ。文字通り可愛いアイテムが好きな方はもちろんですが、思わずにっこり、ほっこりしちゃう街並みをお散歩感覚で歩いて散策してみるのも楽しいですよ。明るい気分になれるかわいいフェアの会場はこちらです。かわいいフェア is a collection of designers in a space filled with rainbows, sparkles and cute little animals to bring you a selection of items in the かわいい style.最終日は SL 時間の4月28日ですので、ぜひお急ぎくださいね。
上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。